Hey, what's up? フライボーイライフです。こんにちは。今日はですね、風が南西の風なので、海の子もサイズアップしてて、胸肩、まあ肩ちょっと以上のセットも入ってくる練りでした。ただね、南西の風ちょっと大貫方面は、サイドの風になってしまって、ブレイクはね、数発入るように、沖からサイズある波が長く、ブレイクしてたんですが、南西の日、南西が吹いてる時っていうのはやっぱりもっと大洗よりも南エリア、鉾田とかね、鹿島とか、神栖、あっち方面、羽崎方面、うねりはあるので、今日はね、情報でそっちの方がいいっていう情報を聞いたので、今日は、そちらに向かってサーフィンしたいと思います。大竹海岸っていうところなんだけど、まあ、そこはね、結構沖に棚があって、途中インサイド深くて、だから少しパドリングを、多めに、長く、していくポイントで、そういうブレイクをします。なのでちょっと、海外でいう少しアウタービーチみたいな感じ、アウターリーフじゃなくて、海底はね普通に砂地なので、ただね、沖までパドリングしていって、沖のセクション、沖の砂がついてるところでブレイクしている波を捕まえてアクションをするっていう、場所なので、大竹海岸っていうのは、そこはね、今日波がすごいっていうことでレギュラー、グーフィー両方、綺麗に割れてるって言ってました。なので今日は、大竹海岸で、撮影の方をしていきたいと思います。いい波だと思うので、ぜひね、このフライボーイの目線をしっかりとね、映像で見てもらって、多分パワーゾーンはね、常に映してると思います。フロントサイズを、サイドの時は。なのでそこを、みんな、あの中級者の方とか、初心者の方とか、そういう人に見てもらいたいと思ってこの動画上げてますので、ぜひ、皆さん参考にしてほしいと思います。さあ、それではそろそろ海に入ってファンサーフィンしていきましょう。レッツゴー。
使用ボードを紹介しましょう。ステイシーサーフボードのいつも乗ってるスインフィン、モデル名がバレットスインフィン、ラウンドフィンですね。ラウンドテールフィンかな、ラウンドフィン。厚みが2と32分の9、長さが5.3、幅が19インチです。調子いいです、やっぱり。最高、ステーシー。Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen.